そうリフレやけん俺。リフレ俺でもリフレ行ったことないっちゃ。リフレって何すると？リフレ行ったことあるお前ら？ないっしょ。リフレね、リフレってあ耳かきか。耳かきしてくれるところか。俺耳かきお前らに耳かきせなんと意味わからんよ。リフレって何？ガキには上がらんぞ。リフレなんてガキには上がらん。ああてかお子さんにはまだお早いです、はい、リフレを知るまでには。よし耳かきすっかお前ら。耳かきガキじゃねえし大人だし。あらあらあら若いかと思いました。一回ちょっとリフレ行ってみようかな試しに。ちょっとなんかおすすめリフレちょっと調べてみようかな。おすすめリフレ都内都内のおすすめリフレてかあれよね別に大丈夫よね。そんなコンプラとかないよね。ちょっと心配。都内おすすめリフレやっぱね配信リフレと言われる以上はやっぱりねリフレに行ったことないといけないよね。リフレ行ったことないやつがリフレ語んなって言われそうやし。やば新宿に JK リラクゼーションってやつがあるけどこれは OK なやつなこれ。あーインスタ開けねー。これ大丈夫これ許されてるやつこれ。明日あ午前中からやってんだ。午前11時からやってるよ。ダメだろこれ多分ダメよね普通に。ダメだろってか。JK かそのね合法的な JK があるんだったらね。ダメですよ皆さん。はい皆さん絶対に未成年の子に手は絶対出しちゃいけませんからね。わかりましたか。絶対 JK 出てこんけここ行ったら。分かっとうお前ら JK ここ行って JK 出てくると思っとしてて間違えとおけんなお前ら。出てくるわけねえからな。多分30が出てくると俺と同じぐらいのやつらが出てくるから普通に制服着て多分。ド偏見やけどごめんね違ったら本当にごめんなさい申し訳ないそれは。けどそんな気がする俺は。絶対同年代出てくる多分。心は JK あ心は JK かそうやな